さあ、ということで、じゃあ、トップ賞に入りたいと思いますので、小島選手、はい、ボートレース部隊へようこそいらっしゃいました。はい。おめでとうございました、まずは。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいですね。もう、あの、はい、ファンの方も、いや、おって書いてますけど。すごい。もう、夜の王子でしょ。そうですね。なんであんなナイターめっちゃ強いじゃないですか。ね、どうしたんですか。いや、もう僕は言ってないですよ。よう言いますわ。どうなんですか、やっぱオーシャンとって、はい、まずは今年の、はい、ランキングも上がってグランプリも見えてきたなと、はい、なったところでやっぱリラックスはできたんですか。いや、リラックスはできないですよ。あ、そこはもう気を抜けず、うん、そうですね、うん、そのまま、まずメモリアル行って、はい、どうやったんですか、周り画面見て。もうすごかったですよ。5日目のピットで、宇津島さん、来たって一言、来たって言いながら歩いて行きました。なんすか、あのかっこいいやつ。そのまま確かペラ小屋入ってたんですよ。うん、ペラ小屋入ってた。来たんだったら、アタックなんですよ。なんで来たって言いながらペラ小屋行ったんやろと思ってましたけど。でもあれも結構苦労してましたよね、最初は。いや、かなり苦労しましたね。やっぱりメモリアル、最初はもうやばいやばいって言ってましたけど。なんかね、うん、出足もないし、はい、伸びもないし、まあ、でも、はい、至って普通な感じだったんですよ。もう特徴もなく。それがどの辺からこれ来だしたなって思ったんですか。もう2日目から、早っ本当に全然初日だけやべえなと思って。初日の2回走ったのが良かったんですか、ええ、ああ、初日2回走って、うん、2日目に、あ、これちょっと良くなってきたぞと。いや、もう、あ、来たって来たと思ったんですか。もう2日目には、で、2日目に来たって言ってるのに、5日目にも来たって言ったら、来た来た詐欺やったそれは。もう少しいや、もう少しそうじゃなくて、あ、じゃあ2日目に来たのと5日目に来たのと、5日目の来たはもっとすごかった。もうね、違う、節間ね、ずっと乗りづらくて、はい、うん、で、それが、なんとなくその辺で治ってきたんで、お、足がね、良かったんですよ。はぁ、うん、いや、でもね、すごいですよ、宇津島選手のレースをね、みんなね、結構ね、控え室で見てたんですよ。丸亀のね、陣営も森高和馬さんがね、はい、もう予選敗退してね、地元ですよ、番長のように控え室にいたわけですよ。森高さんが見ながら、こいつは早いな、全部早いってずっと言われてる。めっちゃ似てますね。その言い方でずっと言われるよ。もうずっと宇津島選手のことは、こいつは早い、俺やったらこけてる、こいつは早いってずっと褒めてました。ありがとうございます。で、やっぱターンスピードはもう、はい、今一番ちゃいます。いや、そんなことないですよ。そんなことないですか、うんうん、何があんなにモーター、何ヒートも今出ません。ね、そう、30度切ったら、はい、アウトかもなんですね。30度、たえ、気温は、そうですね、夏場が今調子いい、夏場が調子いいので、おう、うん、やばいですよ、夏終わります。もうだからもうね、終わらないように気をつけないと。そして言うときますけど、グランプリ真冬ですから。夏が良かったですね、じゃないです。え、どうなんですか、グランプリはもう何度も経験されてますけど、はい、このスミドライのグランプリのやっぱ好きですね。雰囲気もいいし、うん、まあもうそれ走るためだけにやるようなもんなんで。でも今一番近いですから、確定ですか、まあ、行くのは確定でも、勝つのとはまた別ですからね。どうなんですか、その気温が下がってくるとちょっと合わないですか、はい、いや、ね、どうなんでしょう、このまま夏の調整がどうやってこう秋口に生きてくるのかっていうのが、まあ、楽しみな部分もあって、あ、ということはこの季節が変わっていって、ちょっと序盤皆さん見といてくださいねと、はい、そうですね。でも9月1節しかないんで、9月ね、桐生の地元の G1 しか走らないんですよ。何するんですか、なんでもう稼いだから休んだのかな。いやいやいや、やろう、頑張れ言われてますよ。桐生だけ1節入って、あとはちょっと、ちょっと、うん、あと、まあ、私事の予定がいろ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 あって、レースが入らなくなってるんですよ。ということは、9月はその桐生の1節走って、次は10月。そうですね、まあ、その間にトライアスロンを走るんで。そう、意味わからないでしょ。意味わからないですよ。次のね、レースの発売中、いろいろプライベートのことを聞いていきたいんですけども、この人、趣味がすごくて釣りでしょ。トライアスロンやってるんですよ。一人で石垣島行くんですよ。本気のやつですよ。だってみやぞんより絶対速いでしょ。いや、みやぞんの方が速いですよ。速いですね。お前ですな、トライアスロンして、この間は8体の監督、総監督。あれなんですか、8体の総監督。まあ、何なんでしょうね、友達がたまたま、うん、はい、まあ、そのライダーで、ライダーで、毎日ライダーで、で、僕はもう去年も一昨年も応援しに来たんですよ。はい、その8歳のチームを、はい、そうしたら総監督になった。そしたらね、今年監督がたまたまいなくて。そんな時あるんですか、監督がたまたまいない時あるんですか。あのね、韓国のレースと重なっちゃって、ほうほうほう、そっちに
行かなきゃいけない。あ、監督は韓国の方のレースに行かないといけない。そうそう、日本の監督がいないと。そう、ブスでも行けと、ちょっとやってくれとそんな簡単に監督って何するんですか。まあ、はい、主にが、まあ、宣伝活動もそうですし、はあはあはあ、まあ、だから人数もちょっとね足んなかったんで、チームの、あ、チームを足んないから、そこも補充をしっかりと。そうそう、だからやれることを何かしら見つけて。ああ、どうやったんですか、8体は見に行って監督してみて。監督してみて、なんか指示出そうですか。いや、まあ指示は僕は直接は分かんないんで出せないんですけど。監督も分かんないですよね。分かんないですよ、何するんですかって聞きながら、いろいろ聞きながらそもそもバイクとかは興味は、あ、バイク大好きです。あ、バイク好きだ。バイクはもう本当大好きで、まあ、ただあのスピードの出るやつは、はい、ね、危ないから。はいはい。お、今はじゃあもうバイクは乗られてない。今ね、ハーレー2台。ハーレー2台ですよ聞きました、今のサラッとの言い方スピード出るやつは乗ってません。え、じゃあ今バイクはハーレー2台。ハーレー2台。あれ、1個は、ええ、あの奥さんの。あ、そう、うん、奥さんも元ボートレーサーですから。奥さんもやっぱりそういうアグレッシブに。そうですね、だからもうアグレッシブすぎて、ええ、免許取って多分ね、2年経つんですよ。はいはいはい、はい、そのハーレー100キロしたんですよ。走ってないんですよ。これ100キロしたはずじゃない。アグレッシブでしょ。アグレッシブ全然使ってないえ、2人で2台でツーリング行くんですか。ね、初めは行こうって計画してたんですけど、はいはい、なかなかね、まあ、時間もないですね、うん、すごいですね。だからハーレー2台でしょ、で、家の駐車場めっちゃでかいですよ。全部釣り竿使い方間違えてる。誰か教えてあげてください、駐車場の使い方。自転車ね、自転車も好きやし。自転車もそう。で、ちょ、何を目指してるんですか。なんでしょうね。グランプリ取りに行くんですよね。グランプリも取りたいし、トライアスロンも。トライアスロンも取りたいな。タイム出したいし。ちょっと待って、このメダル、はい、このメダル大事ですよね。これはこれで大事です。大事ですよね、はい。これがトライアスロンの金メダルやったらどっちがテンション上がるんですか。ちょっと気になるね、そっちの方が。いや、そっちの方がね。あれなんですよ、トライアスロンも、はい、あのゴールすると、完走のメダルもらえたりする。あ、完走メダルもらえるんですか。それは飾ったりする。いや、飾れや、これね、あの、飾るスペースがなくない。飾るスペースありますよ。あなたの家、結構でかいですから。そして、あの駐車場の中の釣り竿全部捨てなさいよ、じゃあ。いやいやいや、すごいですよ、駐車場の中に釣り竿がブワー並んでて、車入れないですよ使い方間違えてるんですか。当たっちゃうんですよね、竿がね。竿がね、上がね、次は次は駐車場やから、あれ、ほんまに。いや、でもお分かりでそうやってね、やってますけど、やっぱりこれグランプリ次の日ですから、はい、ちょっと今回はもうどんなレースしていきます。ちょっとこれ、ダントツ賞金1位でいく可能性ありますからね。やっぱりね、ええ、まあ、セカンドの1号艇で乗れるというチャンスはなかなかないですから、はいはい、あの、まあ、そういった意味では、はい、まあ、本当にいい経験できるのかなと、まあ、楽しみなのもそうですし、うん、まあ、多分チャンスがね、あるものすごいある年だと思う。やっぱりあのセカンドの1号艇っていうのはやっぱり熱いですか。もうだって全員がそこ目指してますから。はあ、やっぱあそこからまずスタート。そうですね、まあ、そこにまずセカンドっていうのがあって、うん、で次は1号艇、はい、で、まあ、より上行ったら賞金トップ、はい、うん、それ目指してますから。どうですか、グランプリの枠番。グランプリの枠番はいいですね。いい、うん、ということは、これまず1号艇初日来たら、トントンと多分次も1号艇で、うわー出た、はい、これも優勝ですよ。いやいや、でも、ほら着順言ってないからね。いや、言ってくださいよ、それは。いや、1号艇、1号艇で1着、1着ですよ、これ。わかんない、刺されるし、まくられるかもしれない。どうなんですか、冬場の隅の山。やっぱり、あ、緊張感あるでしょ。どう、うん、吐きそうとかなるんですか、レース。この間もなったんですよ。メモリアル、うん、なってまた。なんなんでしょうね。自分では何も思ってなかったんですけど、はい、手も震えてましたでしょ。緊張するんですか。緊張はね、なくなったら多分選手やめます。かっこいい、聞きました。緊張がなくなったら選手やめます。事故で、事故しちゃうから。そういうことですね、緊張感を持っていけと。そうです、僕もそうします。もうちょっと持ったのがいいですよ。やかましいよやかましいよ。けど台風上映してね、はい、まあ、コンディション的にも大変やったと思いますけど、はい、まあでもそれを制しましたから。そうですね、コンディションね、本当大変だったんですよ。大変でした、やっぱり、うん、筋肉痛で。どういうこと、どういうこと、どういうこと。筋肉痛でまだなんかしそうな、これ。そう、ひとじと、おう、あの、はのちゃんと、おう、平本と、おう、筋トレ。あ、一日休みなんて宿舎でやることないから、ちょっと体でも動かそう言うて、そうそうそう、筋トレしたら筋肉痛だった。次の日筋肉痛。バカなの集中しろよ、もう。いや、でもそれぐらいやっぱりね、休みの中も、あの、しっかりと体を動かしてますから、もう今だって、
すごいでしょ、自分で。今はちょっとオフになったんで、一瞬一瞬ちょっと緩める、はい、今回はまたそうですね、桐生の記念まではバチッといきますからね、これ桐生の記念 もうすごい人気だと思いますんで。ただね、選手班長なんですよ。あ、だからちょっとね、こう集中できるかどうか。集中してくださいよ、この班長なんですから。言い訳先したから、やめとけ。さあ、ということでこの後また9レース発売中にトークショーやります、はい、次はね、いろいろまたトライアスロンの記録とかね、いろんなことを聞いていきたいなと思いますんでね。なんかね、こう質問とかもあればどんどん言ってもらえる。質問とかも聞きますよ。バーってね、ちょっと声が小さそうなんでやめておきましょう。さあ、ということで、じゃあこの後9レースも、はい、ぜひ登場していただきたいと思います。ということで、仏上王国選手でした。ありがとうございました。仏上王国選手です、どうぞ。さあ、2回目の登場でございます。ああ、いいじゃないですか。グランプリプロセス来ちゃってますよ、これ。はい、これちょっと多分来て、持って帰ってください。はい、持って帰ります。はい、持って帰ります。持って帰ります。どこで切るんですか。これ切るで切れたらまだなんかちょっといい。そうですね、来月の滑り台できようかなと。そうしてください、はい、そうしてください。はい、切るで切れたらあいつ、あれうち裏切ったみたいになるんで。まあ切るはならないと思います。ならないですか。じゃあ来ていただいて、どんどん広めていただきたい。滑り台で来させていただきます。もう、はい、ありがとうございます。いやでも本当あれですね、はい、あの先ほども間の時間もずっとお仕事されて、はい、忙しいですよ、やっぱり。ありがたいですね。いやすごいですよ、本当。でもね、あの皆さんこれね、ボートレースやっぱりグランプリの話したいですけども、はい、気になるね、やっぱりね、トライアスロンですよ、はい、トライアスロンって全体的にどれぐらいかかるんですか。全体の全体で僕が、まあ、2時間半ちょい2時間半ちょいですよ、はい、まずスイム泳ぎます。泳ぎます。どれぐらい泳ぐんですか。1.5キロ。1.5キロ泳ぎます。バイク40キロ。40キロ。はい、でラン10キロ。はあ、意外にね、スイムが終わると、ここが大事なんです。スイムが終わるとスイム始めやから。それがね、泳げないんですよ僕は。なんでやったんじゃ。なんでやってても、ね、やっちゃったもんだからしょうがない。トライアスロンやってて、じゃあ一番何が楽しいですか。体酷使してる感じが、ただのド M でしょ。だからもう、うわぁ、俺めっちゃやってるやんっていう感じがいいでしょ。で、それもあって、まあ、だからその、まあ、達成感もあるし、はいはい、まあ、ゴールした時ね、その途中の、うん、残りどのぐらい頑張んなきゃっていうのが、まあ、人生と一緒ですよね。人生と一緒。本当にもう、あなたトライアスロンの選手ですよ、それは。いや、選手はほら、それがね、職業になって、だから職業になると、はい、うん、またちょっとこう面白みが違うのかな。ちょっと違うところでやってるんで、そうそう、一歩引きながら自分の趣味でできるかなと。スイムやってて何か変わってきました。スイムやってて、そうですね、大してね、泳ぎがでもだって筋トレばっかりしてるんですよ、うん、で、ツイッターフォローされてる方は知ってると思いますが、ストイックですよ。なんか腹筋困難してやってますやん。あれ何、ね、あれ何、あれ篠崎ひとし君がさっきやって、はい、うっさーんやろうよ、おうおうおう、わしってやったら、おで今度平本とかやって、はいはいはい、で群馬の後輩の関君っていう、はいはいはい、やなんとなくこう拡散してってるんで、でみんなで腹筋鍛えてる。そうですね、すごいですよ。さっきも後ろでね、あのムキムキのね、こちらのあの隅の家の方いるんですけど、その人は総合格闘技やってるんですよ。筋肉の質が違うわけじゃないですか。二人でずっとね、筋肉の話これエースでね、気持ち悪いですよ、ずっと触って。何がしたいの。かっこいいじゃないですか。筋肉が好き。筋肉がかっこいい、はい、なんかプロテインとか飲むんですか。プロテイン飲んでますね。はい、そういうの体重の関係だと。やっぱりあの飲み方とか飲む時間とか飲むそのプロテインもいろんな種類があるので、どれ飲むかにもよって結構変わってくると思うんですけど、それやっぱ筋トレしても体重は増えない。僕はね、増えないようなやり方してるので。なんすかその増えないようなやり方。重いものをこう持ってやったりとか、そういうこういう筋トレはしない。 それは大きくなっちゃうんですよ、筋肉がね、体もね。そうするとボートがエンジン全く出なくなっちゃうんで、はぁ、自分の重さで、あ、そのままもう内側を鍛えていく。そうですね、インナーマッスル、インナーマッスルをとにかくいじめる。はぁ、ボートってやっぱあれなんですか、ここ上半身に、はい、ついてたらダメなんですか。で、ほら直線で中にかぶってる、かぶったらこうやってますね。そうすると上に重心があるとありますね、はい、前にくっついちゃうんですね。こうボートがこうなるっていうイメージですね。それなんで下半身を鍛えて、こっちを鍛えるとこう浮く。そうなんです。こうやっぱり抵抗力を少なくした方が速くいける。なんで上はね、だからどんどん脅威も減ってますし、脅威も減っている、うん、
そんだけ運動してて減らしてます。こっちは増えてるんですか？増えてます。あの筋肉量も測ってるんですけど、ちゃんと筋肉量も測ってるんですか？はい、今ね、便利な機械があって。いや、俺なんかずっと話聞いてたら気持ち悪いですね。すごいですね。面白いですよ。え、ご飯とかちゃんと食べてるんですか？ご飯はまあ家では食べてますね、しっかり。臨時場入ったら食べないです、全く。いや、もう、あの、一食程度にして、抑えて。そうですね。じゃあ横でも、ポテチとか食べとったら芝居頼むかなと思うんですか？いや、まあ、それは個人の自由ですから。それ我慢できるんですか？横で宿舎と同じ部屋でね、めっちゃ一食で腹減ってるのに横でポテチ。僕、その横でプロテイン飲んでったら、一緒ですよ。一緒ではないよ、だから。不思議なプロテイン飲んでって、絶対思われてるわけですから。思ってないですよ、向こうは。こいつまたプロテイン飲んでるわけで、こっちはもうポテチ食ってますけど。まあ、ほら、まあ、中に入れるものの違いなだけで。はい、そう。それお菓子とかじゃ食べないですか、あんまり？いや、もう好きですよ。好きなんですけど。けど、レースの時は我慢して、レースが終わったら弾けちゃう。結構弾けて。じゃあちょっとやばいじゃないですか、来月ね。桐生しか5つ入ってないから、あとどうするんですか？ぷっくぷくなりますよ。なん、ならない。全然いいです。抑える。抑えないけど、その、食べた量をトレーニング。出た、出た。食べた量をトライアスロンする。トライアスロン。スイムして、そうです、バイクして、ランして。え、今人生何が一番楽しいですか？なんでしょうね、動いてる時楽しいです。ちょっと待ってください、先から動いてる話しかしてないから、はい、金めっちゃ持ってるでしょ。いや違うんですよ、その自分の時結構お金がかかったりするわけですよ。かかるんですか？かかります。自転車もめっちゃ高いですか、やっぱり？まあそこそこ。そこそこ、はい。弟ってスイムなんか裸やから、ウエットスーツも着なきゃいけないし。ウエットスーツ、ええやつ。プールに行くね、プールのお金もあるじゃないですか。あ、で、石垣島ですね、大会とかは。そうそうそう。それに、プールが350円もするんですから。いえいえ、チェックするんですよ。市民プールで。ごめん。市民プール350円で、ウェットスーツで泳いとったら怒られるだけやから。意外に、ね、大丈夫。あの、ウェットスーツ。行くの？そう、ウェットスーツ着てもいいかって許可ちゃんと取るんですよ。どんな力持ってるんですか？で、プールね、大丈夫なんですよ、本当に。市民プールにウェットスーツ着ていいかっていう許可いる。もう頭おかしいっすよね。いや、おかしいですよ。でもだってもうあの辺のあれでしょ、武蔵島選手の家の近所じゃもう武蔵島のことっつったらもうあれでしょ、もう郵便物も武蔵島で着くでしょ、もう。いや全然ですよ。群馬武蔵島で誰かが送ったら着くでしょ。意外に武蔵島多いんですよ。多いの？そう多いんですか？だからね、結構ね知られてないんですよ。結構街歩けるんですか、群馬県？全然行きですよ。もうそんなんで、ね、そんな梅田におったらすぐ声かけるでしょ。うわ、娘やないって。でも声かけられても、はい、ありがとうってなるじゃないですか。いや、ありがとうってなりますけど、だからそれが家の近所とかやったらちょっと辛いじゃないですか。あ、娘今帰ってきたとか、まずトライアスロンにとった声するとか。でしょうね。今はこうね、順調にバーンとか優勝したんで、うん、お前すまんってなるけど、これがちょっとね、はい、変な打ったりしたときに、娘はまたトライアスロン行ってんだあいつってなりますよ、これ。ならないように頑張ります。ならないように頑張ります。いや、でも本当にこうやってやってますけども、すみどいですから、これグランプリ、年末で、ね、うん、グランプリ、ちょっと優勝したいですけども、すみどい、どうなんですか、印象的に。すみどいは、まあ、いいと思います。はい、合います、うん、水もあって。好きですね、ここは。おー、いつもフィット離れがプリンっていくときに、はい、僕、いい足してるなと思うんですけど、はい、あれどうなんですか。すみどいでね、フィット離れ来てるときは、はい、あんまり良くない。スミノイズピット離れ来てる時あんまり良くないですか？そう、結構だから距離が短いから、はあはあ、回転上げないと出ないんですよ、はいはいはい、回転上げすぎると今度直線下がるじゃないですか。おだからレースに行くとどうなのかなっていう。はあ、ただね、いろいろそのやり方とかあって。何ですか、そういうやり方って。あのそれいろいろあるんですよ。あるんすか。じゃあピット離れがベンっていく時はやっぱ回転が上がってるから。そうですね、距離が長い時はまあまあええ感じだけど。そうですね、ここは短いから。はい、なかなかね、そうなんですよ。そのピットの形状もあるんで、はい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 、意外にだから僕が出るとかっていうよりも横が遅れてる場合もあると、あるので、一概にはだからその出た人がいたりとかじゃなくて、はい、じゃあ、宇津島選手がこの間も言ってた来たっていうね、はい、2日目に来たと思ってたんでしょ、丸亀に。そうなんです。それは一切誰にも言わなかったんでしょ。言わなかったです。5日目に急にボソッと来たって言いながら歩いてたでしょ。病気のように来た。来た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 。これからもじゃあから下向いて来たって言いながら出てたらちょっと危ないからやめた方がいい。ちゃんと。何ですか？企業秘密。それを聞きたいんやからって。俺らグランプリで儲からなかったから。さっき当たったんですけど。やめろ。一
チに当たったとか言われてですね、失礼ね、惜しかったっすね、いいの、その話は。だから来たっていう時は、ちゃんと住みのいで来たっていう感じの時ってどんな時なんですか。展示台とか、いいとか、ね、ただあの、あれ展示見てもらって、その出口の押す感じとか、それが分からへんの、出口の押す感じなのか。結構ね、2マーク見てると、2マーク見えましょう、このからキャビってる人もいるし、いますね、スムーズにこう、はいはいはい、船を適度に上げながら押してる人とかは、多分いいと思うんですね。隅の井の2マークって難しいでしょ。めっちゃ難しいです。難しいですよね。波が返ってくるし、はい、あそこをスムーズにターン、モンキーターンしながらシュッと返ってくる感じがいいってこと。いい鉱石で、いい鉱石で、わかりましたね。その時のこの方はもう2マークで来たって言いながら回ってると思いますから。そういうことですね。そうですね、まあ、あとはだから展示のスタート練習とかの伸び足とかですよね、はいはいはい、結構可動が効くじゃないですか。可動が効きます。だから伸びがいい人はいいかもしれないですね。